んだか今までとは空気が違うわね。険しい山道を抜けた先にこんな神秘的な場所があるなんて。マルティナさんたら、自分の故郷を神秘的なんて。え、故郷ですって？はい、この地こそ私たちのふるさと。命の大樹と共に世界を見守ってきた神語りの里。うん、静かすぎて退屈な場所だけど、ここに来るとやっぱり落ち着くわね。虹色の枝が見せてくれたオーブを捧げる祭壇は、この里を抜けた先に広がる静か。ここで疲れを癒していきましょう。ゆ、世界中の命を束ね見守りし、かつて古き葉として散った命は、こうして新たな葉として芽、我らの母命の大樹よ、聖地ラムダの糸。剣の姉妹ベロニカとセーニャではないか。長老様、お久しぶりですわ。皆様お変わりないようで何よりです。ベロニカ、そなたはしばらく見ない間にずいぶん背が縮んでしまっ。これはちょっといろいろ。それより聞いてよ。私たち言いつけ通り勇者様を見つけ、まあ勇者様ですって。おお、赤子に祝福を授ける洗礼の日に勇者様がいらっしゃるとは。私は聖地ラムダの長老ファナード。こうしてお会いできる時を何年。長老様、世界中を旅してついに突き止めたのです。勇者様の命を狙う。なるほど、それではウルノーガなる者が出る。私たちはウルノーガを打ち倒すため、闇の力を払う何かが眠って。命の大樹へは、始祖の森の山頂にある祭壇にオーブを6つ。おお、私はかつてベロニカとセーニャが勇者様と共に命の大樹を目指し天高い山をの、あの夢はきっと大樹の神託。そう思ってベロニカとセーニャの、これで全てが明らかになりました。始祖の森へ続く道はこの先に見える。私は大聖堂でお待ちしており、それでは勇者様。なんて綺麗なんでしょう。こちらの数々の絵は、ラムダの地。勇者とは、世界に災厄が訪れる時、この世界に初めて勇者という存在が降臨されたのは、春ロドゼタシアの、すべての命の源は命の大樹じゃ。そんな時代に命の大樹に選ばれ生まれたのが、
あなたと同じあざを携えた伝説の勇、そして勇者ローシュ様と共に戦ったお仲間の一人、賢者セニカ様。そのセニカ様の生まれ変わりと言われているのが、そちらのベロニカとセ、ウルノーが、邪神なきこの時代にあなたがなぜ勇者として生を授かったのか、皆様の話を聞いて、すべて。どうか、ウルノーがなるものを、
さすがにこの、うん、山頂までもう少しかかりそうね。タイジちゃんに会う前の大事な時なんだし、ここでしっかりと休んでいきましょう。いよいよ明日は命の大樹のもとへ向かうの。ねえセーニャ、あの曲を聴かせてよ。あんたが子供の頃からよく弾いていた。大樹って夜はこんな幻想的に見えるのね。私たちの命もあの葉。そういえばラムダの長老が言ってたな、あの命の大樹が世界中の命を束ねているとか。それって本当なのか？ええ、誰かが生き返るとき、その葉は散り、誰かが生まれるとき、新たな葉が芽生えることで世界の命のバランスは成り立っているの。もうじきウルノーガとの決戦ね。ウルノーガさえ倒せばきっとお父様も昔のお父様に戻ってくれるはずだわ。あらベロニカ、あなたも楽器をたしなも。ううん、これは長老からもらったお守り。私たちの祖先賢者セニカ様が昔ラムダに残していったものらしいわ。さあみんな、おしゃべりはその辺にして休みましょう。よーふー。ねえお姉さま。私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうかしら。でもそうだと。なあ、ここってあの虹色の枝が見せてくれた。間違いあるまい。さあ、
の橋。いよいよ命の大樹へのお目通りが叶う時が来たわね。これが大樹の魂。なんという大きさ。世界中の命がパンパンに詰まってるからな。これぐらいでかくないと収まらないんだろう。こうしてそばで見ているとちょっぴり怖いよね。何これ、ビリビって弾かれたわ。やはり勇者の紋章を携えた者しか大樹の魂の中には入れないんじゃ。そしてあれこそ闇の力を払う者。恐る。さあ大樹の魂の、お主なら、お主ならば、あれを手にすること。てめえ褒めろさ。いつの間についてきやがった。まったく鈍いネズミどもだ。誰一人として尾行に気づかないとはな。今のは？はしたない真似をされるな、マルティナ姫。あなたが何をされようと、私に危害を加えることはできない。喜びに震えるがいい。貴様たちはこれから我が宿願を果たすための悪魔の子よ。悪魔の子と手を結びし者どもよ。この命の大樹を
ここで果てるがいい。集中して。はあ。はり注げ癒しの雨。よかったわい。終わりだ。よーこのドブネズミが。力に震えよ。あの真っ黒いオーラのせいで。その異様なまでの力、まさかまさかお主。の魂か。これさえあれば防ぐ。待て、ホメロス。おい、見ていましたか、今の戦いを。ホメロスの力こそ、私たちは随分長い間大きな勘違いをしていたのかもしれません。ホメロスこそこの大地に。ホメロス、何故に魂を魔に染めた。もはや弁明などさせぬ。ホメロスよ、王の御前で成敗してくれ。今までご苦労だったな、グレイグ。およ、これは。ああ。ホメロス、よくぞ勇者を仕留めてくれた。おお、なんとありがたきおか。我が主君ウルノーガ様。
お前がウルノーが、まさか王に取り付いていた。勇者よ、今こそ我が手中に。これが勇者の力。これさえあれば。これが勇者の剣だが、我は魔王なり。勇者の剣が魔王の剣に。生命の根源、大樹の魂、その力、我がもらった。おやおや、眠れないのかい？お母さん。さては、エマちゃんと喧嘩したね。だってエマが僕の頭を叩いたんだ。ちょっとふざけてルキに眉毛を描いただけなのに。笑い事じゃないんだ。見てよ、大きなタンコブができてる。それで、あんたはやり返したの？うん。いいかい、これからも同じようなことはきっとある。だから、今から言うことを覚えておいて。どんなに嫌なことがあっても、苦しいことをされても、ただやり返すのはかっこ悪いことだよ。
と仲直りしたいんだ。お母さん、僕は。まずは、きちんとお話をするのさ。その人が、何を感じて、なぜそうし、それからあとはとっても簡単。笑って、握手をするだけさ。うん、さすがあんたは私。おやすみなさい。おやすみ。何も怖がることはないさ。おやすみおやすみ大樹の子らよ、光の巫女が目を覚まし、闇を払って、勇者は、いえ、魔王様、世界中どこを探しても、勇者の姿は見当たりません。そうか、死んだか。この世界。ついに魔王が動き出し、ロトゼタシアは絶望の闇に包まれた。世界の各地から、かすかな、されど闇に抗うように輝く光を感じる。この光は一体。何がどうなったの？ここは。私まだ生き。してください、姉さん、姉さん。シルビア姉さん、ここにいたんでか。え、ええ、ちょっと深呼吸をしたくて、船室でじっとしていると嫌なことばかり考えてしまうから。元気を出してくだせ。シルビア姉さんの悲しそうな姿を、あっしはもう見て。あの日、魔王ウルノーガの凄まじい力の前に、なすすべもなく、私は、も、でも、私はまだ生きていて、目を覚ましたら、世界は闇に落ちていた。アリスちゃん、私、不安で仕方ないの。助かったのは私だけで、みんなは、もういないんじゃないかって。姉さん、失礼。あの人たちは、姉さんの仲間は、魔王なんかにやられちまうようなやわな人たちなんでですか？皆さんを信じてやれるのは、一緒に旅をして世界のために戦ってきた。ありがとう、アリスちゃん。
私がこうして生きているんだもの、みんなもどこかで生きているかもしれないわ。いつまでもメソメソしていられない。あ、それでこそシルビアね。そうと決まれば行動あるのみよ。まずは近くの町へ船を止めて世界の様子をこの目で確かめましょう。こんな暗い世界だからこそ、私ここから一番近い町といえば港町ダンハルーネデガスね。あら、ちょうど。それじゃあダンハルーネの町を目指して合点。そこのしょんぼりボーイさん、どうしたのかしら。あんた見たところ旅芸人か何かだろう。金が欲しいんなら他を当たりな。俺は今一文なしだぜ。あら、それはダメよ。しょんぼりした人を一人にしないのが私のポリシーなの。悩みがあるなら私に話してちょうだい。少しは心が楽になるかもしれん。やっと目が合ったわね。私はシルビア。お察しの通り旅。俺の名前は一徹。ホムラの里から来た鍛冶職人だ。情けない話になるが聞いてくれるかい。俺は長い鍛冶修行の旅を終えて故郷のホムラの里に帰るところだった。だがその矢先、命の大樹が落っこちてな。故郷に残したおっかさんのことが心配で、なんとかこの町までたどり着いたんだが、俺の運もそこまでだった。最近この町に現れた盗賊だ。土手頃一味に荷物を盗まれちまったのさ。ホムラの里へは丸腰で戻れる道のりじゃねえ。それによ、あの荷物の中には、もしもう一度おっかさんに会えたら、苦労ばかりかけちまったせめてものお詫びに、あのスズラ。お母様へのあなたの気、私たちが土手頃一味とやらを懲らしめて荷物と。土手頃一味なら町の南側にある値下げ合戦で有名な商人兄弟の兄貴の店で暴れていたような気がするが。ありがとう。すぐに戻るから行って。旦那、気持ちは嬉しいがやめときな。そういうことなら安心なさい。私たちこう見えてもちょ。
かかれ野郎ども。注意でガス。楽しみいただけたかしら。ちょっと失礼。ところでシルビア姉さん、こいつらは盗賊団なのに武器の扱いも戦い方も危なっかしくて見ていられなかったわ。あなたたちなぜこんなことをしているの？俺たちはもともと海の男だ。誰も好き好んで盗っ人なんかやってるんじゃねえ。命の大事が落ちてからというもの、海には魔物が溢れかえって港はほとんど閉鎖状態になっちまった。生活は日に日に苦しくなって、今じゃ一日の食事になっ、あの日から世界も人も全てが変わっちまった。家族、それなら俺たちも変わるしかねえ。もう盗賊にでもなって生きていく。さあさあ皆様お立ち会い。私めが手にし、はっ、それ。はい。焼きたてをどうぞ召し上がお親分ちゃんも怖い顔はやめなさいな。お腹がいっぱい。待ってくれ。あんたは一体？ただのしがない旅芸人よ。スズランも無事だ。これでおっかさんのところに帰れそうだ。シルビアさん、本当にありがとうよ。今、あら、ありがとう一徹ちゃん。大切に使わせて。後でホムラの里に寄っておくんな。その時にはもっとちゃんとしたお礼の品を作らせても。それじゃあ俺は行くよ。シルビアさんなら大丈夫だ。あ、気をつけて。シルビア姉さん、今の私にできること見つけたわ。私ずっと考えていたの。世界中のみんなが苦しんでいるこの時に、その答えが今わかったの。一人で世界を救うことはできなくても、小さな人助けが集まればいつも
さすがはシルビア姉さんだ。うん、話は聞かせてもらったぜ。え？さっきの盗賊だ。あっしらに何の用でですか？旦那、あんたと出会って目が覚めた。俺たち、自分を見つめ直したいんだ。無事に戻れるかもわからない厳しい旅よ。覚悟はできているの？あなたたち。もちろんだ。うん、私よっしゃ。それじゃあドテゴロちゃんたちにとってもいいものをあげる。一人一本。いやー、みんなとっても似合うわ。シルビア姉さん、これは一徹ちゃんにもらったプレゼントよ。どうせ旅をするなら少しでも賑やかな方が楽しいじゃない。ん？シルビアのヨダスケ大作戦。おー！